この秋収穫された魚沼産コシヒカリの検査が始まり、JA 魚沼管内の一等米比率はおととい時点で 90.5% と例年並みとなっています。 JA 魚沼管内ではコシヒカリの品質検査が今月9日から始まっていて、今日は十日町市で行われています。職員が米の形を一粒一粒確認し、測定器を使って水分量を測っていました。 JA 魚沼管内は去年猛暑の影響でコシヒカリの一等米比率が 5% でしたが、今年は程よく雨が降り、おととい時点で 90.5% と例年並みだということです。農家の皆さんが本当によく管理をしていただいたというのがやっぱり大きな原因かなと思います。まあ、美味しいお米をですね、食べて笑顔になっていただければ幸いかなと思います。 JA 魚沼に出荷されたコシヒカリは今月下旬頃から店頭に並ぶ予定です。